懐かしの大な曲が館内に響き渡ります。第2試合はノアザクラシック、往年のノアの景色がよみがえります。本田多門、桃田光雄の入場です。おっと力が先頭、桃田の息子であります三沢ノアを支え、箱舟19年の歴史の礎を築いた2人、緑のキャンパスは白に変わった。しかし大切に残しておきたい記憶もある。箱舟が出航した時代を知る2人が特別参戦です。まずはご存知、アマレスの神様本田多門、白のプレゼンコスチューム、6時半の男桃田光雄です。桃田そして本田は去年9月に行われた丸藤直道デビュー20周年記念の両国大会にも参戦しました。2人がフルスのリングの感触を確かめております。さあそれを迎え撃つのは斉藤明俊、井上正雄、ダークエージェントリターンズです。この2人もノア旗揚げ当初を知る選手、長年にわたりこのリングの時代の移り変わりを見てきました。今夜は原点に帰り、かつての仲間たちと円熟の戦いを披露します。ダークエージェントコンビ、先頭は井上、今夜も ICU を背負い込んで歩を進めていきます。その後ろ斉藤、時に光となり影となりノアを支えてまいりました。さあノアザクラシック、レフリーはマイティ井上、歴戦の5人が往年のノアの景色を見せます。イブシ銀が光ります。井上正雄、GHC タッグ王座を5回取っている猛者、斉藤明俊です。マイティー井上、懐かしのマイティーコールが響き渡っております。両国国技館、レフリーはマイティー井上、ノアザクラシック往年のノア戦士4人のタッグマッチであります。さて佐久間さん、はい、まあ、長年のを見ているファンには懐かしい光景ですね。そうですね、あの2000年の、ね、旗揚げからノアのリングで戦っている選手たちが、ね、こう揃って、レフリーも、ね、やっぱりマイティ井上さんが久しぶりに帰ってきたというのも、ね、これ非常に楽しみですよね。マイティさんは70歳ということです。さあこの試合なんですが、本田桃田組まず注目です。両者ともにノア旗揚げメンバーです。今握手を交わしました。まあ、来年のノア旗揚げ20周年に向けて非常に意義のあるカードですよね。そうですね、はい、まあ、やっぱりこう、ね、来年20年ですよね。その歴史を築いてきたからこそ、こういう、ね、ノアザクラシックって名付けたカードを組めるというのも歴史があってこそですからね。そしてこう、ね、やっぱ離れた選手たちもやっぱこうして帰ってくる場所があるというのは、ね、それぞれフリーで戦っている選手にとっては嬉しいことでしょうし、まあ、このファンの歓声というのは変わらないというのも、またファンはそう自体は変わってるんですよ。なのにこの迎え入れる姿勢が変わらないというのが団体のイズムというものだと思うんですよね。ノア20周年を前に、その団体の原点を振り返るような一戦であります。先発は桃田、対するは井上正雄であります。もうここは井上がクリーンに分かれていきました。まあ、こういうシーンも何か懐かしいですよね。そうですね、まあ、こうね、一つ一つの動きというのはね、普段と変わらないのかもしれないんですけど、懐かしさを感じさせるというのがね、この試合ならではですね。先ほどとは反対の状況になりましたが、桃田はどうするか。おっと、チョップお見舞いであります。挨拶代わりのチョップ。桃田はキャリア49年71歳です。デビューは日本プロレスです。ご覧のように前半戦から両国国技館ぎっしりと待っております。桃田はかつてあの日本プロレスの日本のプロレスの礎を築いたあの力道山の息子であります。ノアでは三沢さんに寄り添い、副社長として団体を支えてきました。おっと大きなブーイングです。
普段こうね歓声に後押しされることが多い井上がブーイングを受けるというのもね非常に珍しいですよね。おお、井上正雄が大先輩に対して顔面をかきむしっていく。ちょっと井上いつもとは違うという感じで調子が狂っているようです。まあ、井上はキャリア28年49歳ですが、まあ、桃田に比べたらまだこう若手みたいなものですからね。そうですよね、こうね自分のファイトをやっぱり貫いていますよね。そうですね、この桃田のチョップというのはね、はい、もうやっぱもう第1試合の定番でしたからね。そうですね、6時半の男と言われました桃田光雄、今日は第2試合に登場です。さあ本田入ります。本田はキャリア26年56歳です。レスリングでオリンピック3度出場という経歴を引っ提げまして、1993年に全日本プロレスへ入団。ノアでは小橋さんと2度 GHC タッグ王座を獲得しました。まさきまさん、言わずと知れたアマレスの神様ですね。そうですね、そのねやっぱりこう体力的な部分では年齢とともに衰えるかもしれないんですけど、技術っていうのは衰えないので、ね、捕まえてからの ね、もう回転地獄五輪シリーズを、ね、こう見たいですよ ね、 本田がおっと激しく斉藤とエルボを打ち合います。と斉藤デスクロック。この斉藤もフリーとして旗揚げ時のノアに継続参戦し、その頃にダークエージェントを結成しました。2006年にノアに入団しております。まあ斉藤井上からしても何かこう原点に帰るような試合でしょうね、今日はね。そうですね、やっぱり今はねもうなかなか自分よりキャリアのある選手であったらね、こう年上の選手と戦う機会っていうのもあまりなくなってきてますからね、ノアのリングでは。そうした中でね、こういう、まあ、同じ時代を生きた選手あるいは先輩と戦うというのはね、このダークエージェントリターンズとしても大きな試合ですよね。そうですね、井上を呼んでますね。場内はマサオコールです。斉藤がかなり荒々しく井上にタッチしました。ああ、井上気合が入っております。この二人はね、全日本プロレス時代には一緒にアジアタックを取った中でもありますから ね、 いや、こうしてこう、ね、時を経てまた戦うというのもね、面白いですよね、はい、長年行動を共にしてきました井上正雄と本田多門です。非常に懐かしい光景です。井上正雄がラフサップを交えて、そしてスリーパーです。本田がチョークをアピールしています。おっと、マイティ井上がチョークというふうに判断しましたね、はい、結構ね、井上に対してのレフェリーが厳しいような感じもしますよ ね、 すね。あ、よく見てろという井上正雄。5分が経過しました。あまりレフリーに逆らわない方がいいですよね、井上ね。そうですね、ここね不利になっていきますからね、はい、よくいろんな試合の攻防で井上はこうレフリーと揉めて不利になるということが多々見られますからね。普段温厚なんですけど、レフリーを前にするとなぜかこうね引き裂かになってしまうところがありますよね。ここもチョークと判断しました。井上がマイティ井上レフリーに詰め寄ります。チョークではないと盛んにアピールしております。レフリー文句言うな。マイティ井上が厳しくジャッジしている。またスリーパーに行きました井上正雄。掘りないですね、すごいしつこいですね。おっと、もうこれにゴーディアした。マイティレフリーが井上に対してスリーパーです。井上が捕まってしまいました。ピンチですよこれは。ああ、桃田が入ります。まあ、マイティ井上レフリーも元はレスラーですからね、はい、もう往年の名レスラーですからね。そんなに井上さんも逆らってはいけません。再び桃田が入ります。桃田のヘッドバット。おっと、大先輩の顔面をかきむしっていきました井上。まだ先ほどのことを井上が根に持っています。
ちゃうやっちゃうダークエージェントリターンズに大きなブーイングです。斉藤もちょっとそうですね、ですねちょっと味方の井上が反則だというふうにアピールしてますね。もう井上を徹底的にヒールに仕立てあげようということですよね。しかしここは斉藤が攻め込んでいきます。対角線走り込め、桃田かわしました。そして自分のコーナーへ引き上げて本田多門にタッチです。本田が入ります。本田がラリアット、おっと肩固めの体勢、これは本田の得意な体勢、おっとよく見ていました。2人を鉢合わせしてスタンディングの状態での肩固め、おっとバックに回るデッドエンドを狙います。上がるか、至近距離からラリアットブロックした。そしておっとグラウンドに引きずり込んでいく、ちょっとニアロープですけどね。そうですね、ここからしかし展開していく回転地獄五輪、さまざまなバリエーションがある。しかし井上がここは妨害します。すかさずバイティの上でのチェックが入る。至近距離から投げ倒していったのは本田多門、追いかぶさるレフリーのカウンター2です。本田ヘッドバット、おっとスイクルです。カウンター狙いすましたスイクルです。本田が倒れ込む、しかし斉藤もカバーにはいけません。井上が交代を要求しています。お、ここはいいところ、佐久間さん井上を持っていこうというところですね。桃田もねこれ万全の状態出てきましたよ。はい、桃田対井上、得意のこう連続チョップですね。じゃあ荒野の野郎お前マイクだろー、うるせえロープだろー。井上が盛んにロープをアピールする。しかし桃田がまた得意の平手打ち、チョップの連打、ロープだろマイティレフリーは井上のアピールを無視しています。よし、おーい、井上がおっと得意のラリアット連発、斉藤さん行きましょう。斉藤呼び込む、ダブルの攻撃を狙っています。桃田が棒立ちになっている。サンドイッチラリアット、これは厳しいですね。おっと、あーっと同士打ち、10分が過ぎました。おお、桃田がサムソンクラッチで丸め込んだ。あー入った、桃田が勝ちました。井上雅雄呆然。佐久間さん、桃田技ありでしたね。そうですね、こうね、かねてからの飛び技ですよね、サムソンクラッチ、はい、またここ井上とね、ちょっと斉藤の噛み合わさっていうのは ね、ここ最近続いているところがありましたから、ね、はい、そうですね、そういったところもね、出てしまいましたよね。ちょっとこのフィニッシュに行くところ二人の歯車が噛み合いませんでした。その隙をついて桃田光雄がこの円熟のテクニック、サムソンクラッチで丸め込んでいます。桃田が井上の握手を拒否しています。まあでも桃田からすれば本当に井上も可愛い後輩ですよね。そうですね、まあもう今のね試合の笑顔が非常にいいですね。第2試合ノアザクラシック勝負差が10分10秒、桃田が井上を下しました。まあでも桃田と本田の元気な姿が見られて嬉しくなりましたね。そうですね、まあ、本当にね、本当にタイトルらしいいいカードになりましたね、はい、
こういったベテランたちがいたから今のノアがあるということを再確認いたしました。井上たちも久々にこのマイティー井上ら先輩に触れて身が引き締まる思いがあったでしょう。ノアザクラシック旗揚げ当時のメンバーたちが会場を沸かせました。